皆さんこんにちは、朝なぎコンサルティング司法書士の加山真理乃でございます。今日はですね、連日大騒ぎになっているカルロス・ゴーンさんのね、事件について、皆さんね、いろいろと YouTube でいろんな話をされてると思うんですけれども、ちょっとね、私なりに、いろいろ考えたことがあるので、ね、今日そのご紹介と、あとね、実は過去に、日本でね捕まって、海外にね逃亡していた事件っていうの実は過去にもね、あるので、それを皆さんにご紹介したいというふうに、思っております。カルロス・ゴーンさんね、プライベートジェットで楽器の木箱に入って、出たとかね、出ないとか、そういったねちょっとドラマ仕立てのね、話になっていて、連日ねニュースを聞いていて、非常に、面白いんですけれども、実際どうなんですかね。プライベートジェットでも一応ね、荷物検査はあるっていうんですけれども、プライベートジェットだと相当緩いとかっていう話でもあるみたいなので、実際プライベートジェット乗ったことないんでわからないですけども、もう出ちゃった以上はね、もう二度と日本には帰ってこないと思うんでね、ここからねどう処理していくのかって、もうそれでだけですよね。あとは逃亡を助けた人をね、処罰するぐらいしか、ないのかなっていう感じはしますけれども、今日はですね、過去にもですね、実は、これとね似たような似たわけじゃないですけれども、実は日本でありました。虚栄中というね、人、皆さんご存知でしょうか。在日韓国人のね、もうフィクサー、もう親玉、闇社会のボスみたいなね、人で、検索してもらえれば、ね、すぐに出てくるんですけども、この人は、ね、1991年に糸満事件というのを、起こしてですね、3000億円以上が闇社会に流れたと、言われている非常に大きい事件を、ね、起こしています。一方で、ね、捕まって、懲役7年かな、ちょっとごめんなさい、正確な数字を思い出せないんですけども、裁判を受けました。で、その途中にですね、6億円の保釈金を支払って、保釈されます。でこれは、ですね、家族の6億円かな、そうか、6億円の保釈金を支払って、3億円は自身で、出して、残りの3億円は、この共栄中さんの弁護団が、負担をして、6億円の保釈金を支払います。で、1997年ですね、家族の法事を理由にですね、韓国に帰ることをですね、裁判所から許可をもらいます。そこで、韓国にですね、飛んで行って、そのまま逃亡したというね事件が、過去にもありました。で、日本の出入国管理どうなってるかって話ですけど、共栄中さんの場合はね、家族の法事を理由に裁判所の、ね、許可を受けて、このカルロス・ゴーンさんも裁判所の許可を受けてるわけですけれども、保釈に関してはね、海外渡航は受けてませんけれども、こういったね、感じで、実は結構ね、管理っていうのはなんか、ずさんであったんだろうなっていう感じがね、しますよね。で、カルロス・ゴーンさんの場合は保釈金が15億円だと思うんですけれども、2000億円ぐらい預かんないとダメなんじゃないかなとね、思いますけど、年間20億円ぐらいだったんですもんね、報酬かな。で、何十年もいたんでね、2000億ぐらい預かんないと、2000億円ぐらい預かればね、さすがにゴーンさんもね、逃げる気はなくなると思うんですけど、15億円ぐらいでね、大したこともないと思いますが、ね、カルロス・ゴーンさんにとっては、こういったね、逃亡というのがね、起こってしまったということですね。で、弁護士の、ね、先生もね、レバノン、それから、フランス、それからもう一個どこだっけな、忘れちゃったんですけど、3カ国の、ね、パスポートを預かっていたということでね、落ち度というのは特にないと思いますし、なんか弁護士が悪いとかね言ってる、元国会議員のね、薄毛の人もいるみたいですけれども、こんなことまで弁護士の先生さすがに責任持てないでしょうっていうね、これまで弁護士の責任したらね、それはちょっと酷なんじゃないかなと思います。弁護士の先生がね手助けしたとかだったら分かりますけど、どうもねそういう感じじゃないというような感じもしますんで、カルロス・ゴーンさんにとっては、生きることが、自分の正義だというふうにね、考えた上での、たくさんの人をね、裏切って、自分が生きることをこれが正義だと思ってねやった行動なんじゃないかなと思いますが、いずれにしても日本の、ね、司法は非常に、ね、面目丸つぶれでどうなのかなと思うんですけれども、ここから先はですね、これはもうちょっと陰謀論みたいな話なんですけど、このカルロス・ゴーンさんのですね、
あのまあ、こう身柄をこうずっと日本でこのような形で拘束していたっていうのはやっぱこう世界的に見てもあんまりこう よろしくない状況であったというふうに言われています。やっぱりこう世界の、ね、カルロス・ゴーンなので日本が、ね、こうやって身柄を拘束していることに関して、まあ、長期間、ね、拘束し続けることに関しては、ね、やっぱりこう国際社会からの非難も、ね、非常にあったというふうに言われています。で、この、ね、逃亡劇は実は日本政府もですね、まあ、黙認していたんじゃないかというね、そういったちょっと陰謀論的な話なんですけれども、あります。で、まあ、その裏付けとしては、まあ、12月の20日にですね、去年、2019年12月の20日にですね、鈴木外務副大臣が、レバノンの大統領とね、会っています。で、会っていて、まあ、その時にですね、まあ、会談の内容とかは外務省のホームページにね、アップロードされていて、まあ、大体その、まあ、移民の話だとか、そういった話にはなっているんですが、実際ここで、カルロス・ゴーンの身柄を引き渡あのレバノンに引き渡せという話があったんじゃないかというふうにね、まあ、言われています。でこれはね、ちょっとね、なかなか12月20日にね、外務大臣がね、外務副大臣が、会いに行っていること、まあ、レバノン大統領とね、会っていることとか、まあ、ちょっとこういったね、ドラマ仕立ての逃亡劇を考えたら、まあ、もしかしたらあるんじゃないかと、こういったね、ちょっと陰謀説になってしまうんですけれども、非常に考えられることなんじゃないかなというふうに思っています。であとはやっぱり、これもね、全部やっぱりとあの特捜部の手柄と言われていますよね。やっぱカルロス・ゴーンの逮捕だったり秋元司の逮捕、こういうのがあってですね、まあ特捜部の手柄と、まあ、カルロス・ゴーンの逃亡劇、ここら辺をね、中和している感じがね、非常に今否めないかなというふうにね、私もですよ、これ陰謀論なので、あの本当の話というかね、その確固たる証拠があってわけじゃないんですけれども、私的には、まあ、こういったね、ちょっと12月20日にね、外務大臣が会っていることとか考えたらですね、これは日本政府も実は、まあ、黙認の上での逃亡だったんじゃないかなというような気も、しております。まあ、実際はね、本当のところはどうかわからないんですけれども、カルロス・ゴーンの、ね、身柄に関してはあの国際社会からも、ね、日本がずっと拘束していることに関しては、非難が、ね、非常に強かったということも考えたら、まあ、泣けてしまわずではないかというね、ふうに、ちょっと、ね、考えてしまいました。ということでね、今日はちょっと、カルロス・ゴーンさんの、ね、話皆さんされているので、私もね、ちょっと自分なりのね、情報収集のした結果ね、ちょっとした陰謀論のね、ご紹介と、あとまあ過去にもね、こういった共栄中のね、事件があったということでね、まあ、日本の出入国管理もね、まあ、ここからね、これを受けて、まあ、どんどん厳しくしていってほしいなというふうにね、思っています。いずれにしてもね、まあ、こう日本が、まあ、面目が潰れるようなね、結果になるというのは、やっぱり、日本国民としてはね、非常に望んでいないところではありますんで、ここら辺はね、しっかりと、ね、やっていってほしいなというふうに思っております。ということで今日はね、ちょっとカルロス・ゴーンの、ね、陰謀論をね、私陰謀説を私がね、季節をちょっと皆さんにご紹介させていただきました。以上です。また更新いたします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。